終わったわはいなんのなんなんだこのゲームこのゲーム何を伝えたかったんだろうだけど不思議と見れたわなんかはめるってやっぱ気持ちいいんだねこれうんえ他にもあんの そうなの、これちょっと待ってほんとプラ…プラグ…アンド…プレイ…考察… えー、ちょっと少し、あのー、見させてください。えー、プラグプレイが深くて悲しい。えー、さっぱり意味分かりません。うん。うん。うん。あったね。こんなとこあったね。こんなあったね。 じゃあ、この作品は何が面白いのと疑問に思う人もいるでしょう。それはもっともです。しかも300円の有料アプリからある種詐欺のように思えるかもしれません。まあ、そこまでは思わないけど。しかし私自身はこの作品に深いテーマを感じることができました。ん一通りプレイしようって感じたのは物悲しさでした。確かに。 この作品は人と人とのコミュニケーション不全、いわゆるディスコミュニケーションをテーマにしているのではないでしょうか。つながりたくない、あるいはつながりたいけどつながれない。作中では画面と画面が白と黒に反転することがたびたびあります。白い画面の時は明るく前向きな状態を、黒い画面の時は不安や不安定な状態を表しているようです。 他の人は繋がれば不安から解消されると気づいたんですが、誰も受け入れてくれません。そのストレスが他人を攻撃してしまうという、この途中のやつな、これな。自分が変わればいいのではないかと思うんですが、うまくいきませんでした。ようやく自分に愛想な人を見つけるんですが、すれ違いから心を通わせることはできませんでした。そして、普通とは違う方法で繋がることを見つけ出すんです。けれど、それは望んでいた繋がり方ではありませんでした。 そして主人公はその場から離れていきます主人公いたんかいうーんまあまあまあでもそんななんかんまあなんか終わった後にもどかしいというかやらせないというかそういうのは確かに感じたわうんそれ感じたわちょっと面白かったなこれあの70点つけても俺はい、いいぐらいなんかちょっと面白かったんだけどなんか。 なんだろう何て言うんだこういうのうん高いかなまあ確かにちょっと今後のことを考えて俺は面白かったんだけどまあ確かに100点ではないし80点でもないそれより以下なんだけどじゃあ今後のことを考えて55点うん55点いや面白かったけどなプラグプレイ不思議な感覚になったわ初めてだわゲームやっててこんなこ,こなんかなんだろうな なんか本当になん,かいなんか物を言いたげなというかすっきりしないすっきりしないわ。